国際化、あらゆる分野で当たり前に使われる言葉。大学生においても当然のように対応が求められている。そこで島根県立大学では、学生の国際的視野の獲得と国際協調の精神を養うため、経済成長の著しい2つの国で、世界に進出する企業や大学を訪れる研修を行っている。それが海外企業研修だ。研修の舞台の一つは大韓民国。隣国として日本は古くから様々な形で関わりを持ってきた。現在、政治、経済、エンターテイメント、様々な分野で韓国の情報を得る機会は多い。しかし、マスメディアなどが発信する情報の中で、私たちは正確な情報をどこまで得ているのだろうか。今回、大韓民国コースに参加した学生22名も同様である。自らの目で見て、触れたその韓国の姿に、彼らは何を感じたのだろうか。7日間の研修に取り組む姿を追ってみた。広島空港から韓国インチョン空港まではおよそ2時間。改めて近さを感じる距離。その韓国で最初に触れる文化は昼食。日本にも浸透してきているさまざまな韓国料理。しかし、実際に味わう本場の味の違いを学生たちも感じたようだ。昼食の後はオリエンテーションと講義。講義では国際観光展示会などを行う会社である KOTFA の理事長から文化の違いの説明があり、大きく文化の違いを分けると、韓国は能動的でとにかくスピードを求める、日本は受動的で正確性を求めるという話があった。この時点では参加学生たちにはこの言葉の実感は湧かないようだった。しかし、その後のさまざまな研修が彼らの印象を変えていく。2日目は企業訪問と大学訪問が1箇所ずつあり、違う立場からの韓国の就職事情について伺うことになった。韓国も日本に比べても決して景気が良いわけではない。国内で就職できる新卒の大学生が 40% という状況もある。その中で企業、そして大学はどのような対応を取っているのか。まず訪れたのは韓国人参公社。ここは韓国を代表する健康食品である高麗人参を製造販売している会社。社内の見学の後、韓国での就職事情について人事部の方からの話があった。韓国では学力に加え、語学力、資格、ボランティア経験などのスペックと呼ばれる能力が重視される。そしてなぜその会社を選んだのかを明確に伝えられる学生を求めているということを伺った。その後に訪れたのはユハン大学。社会と世界平和に役立つ人材の育成を目標として設立され、専門知識のみならず見学理念にふさわしい奉仕精神を培い、社会に貢献できる人材を輩出している。ここでは参加学生によるプレゼンテーション、さらに現地の学生との交流の時間が設けられた。大学側の取り組みだけでなく、大学生の意識に触れる機会となり、考え方、境遇など自分たちとの違いを感じることができたようだ。
直接交流することで文化の違いを徐々に感じてきた学生たち。この日の夜の振り返りでは、韓国の大学生の就職に対する意識の高さなどにショックを受けた学生もいた。3日目、4日目は主に企業訪問7社を訪れた。そしてこの2日間ではさらに2つのことを考えるきっかけを学生に与えた。1つ目は海外を見据えた韓国企業の姿勢、2つ目が外部から客観的に見た日本という考え方だ。内需が飽和状態にある韓国では海外進出を考える企業が多い。李前整形外科は海外の医者も技術を習いに来るなどの実績を持ち、さらに海外展開を行っている。企業からは今や韓国を代表する整形手術も10年前には韓国国内でも受け入れられてはいなかったとの説明があった。世界の有名人を使った宣伝を行い、まず自国の文化に浸透させ、韓国を代表する医療として海外に売り出せているという話からも、海外展開を視野に入れた韓国企業の積極的な取り組みを知ることができた。そして時事日本語学院への訪問。韓国でも有数の実績と規模を持つこの語学学校では、同じ日本人の日本人講師という違う立場での日本への認識の違いが学生に影響を与えた。中でも学生たちに印象的だったのは、韓国で働いて改めて自国のことを知らないと感じたという講師の言葉。より韓国の企業を知っていくことで見えてきた日本との考え方の違い、そして世界の中での企業という考え方、日本という国を客観的に考え始めた学生たち。初日の講義で聞いた日本と韓国の文化の違いを学生たちも実感し始めた。5日目は講義と文化見学が主体となる。講義ではキメンジャン法律事務所で顧問の小林直人さんから次の話があった。国際交流ではその国に行って友達を作り、互いの意見をぶつけることが重要。感動のない交流では意味がない。その言葉に学生たちはこれまでの研修を振り返っていた。文化見学では自分の目で見て耳で聞き、韓国の生の姿を体感する。観光客だけでなく地元客も多く訪れる東陰市場。参加学生はまず独自の地域通貨を使って地域を盛り上げている取り組みの説明を受け、その後市場の商店では自らお店の人に質問し、積極的に交流を図っていた。大韓民国歴史博物館の見学では韓国内での日本の情報の伝え方の一部を見ることができる。日本人向けに整えられていない情報にも触れることで、これまでとは違う韓国文化を感じた。そして最後の企業訪問となる6日目と最終日、特許を持つ食品薬品を多く製造している株式会社グレミでは、創立以来国際発明特許を数多く獲得しながら販売を行っている。世の中の当たり前を当たり前と思わず行うことで新たなビジネスチャンスを作っているという話を社長から聞く中で、韓国企業のような積極性が必要だと感じた学生は多かった。
しかしそれだけではなく、さまざまな方面から物事を捉えることで世界から見た日本の良さを見つけようとする学生も増えた。海外に多くの友人を作り、そして語り合った。そのことで自分の国、そして自分自身を見つめ直したこの研修。この貴重な経験が学生たちの可能性を広げる。未来が広がる出会い。島根県立大学海外企業研修。